皆さん明けましておめでとうございます。今年も山ケアとよろしくお願いします。今回は一発目となる投稿になるんですが、漂白画を紹介していこうかなと思いまして、漂白画っていうのはこんな感じで漂白剤を使って描いた後なんですけど、黒い布に漂白剤を使って筆でこうつけて描いていくと色がこのように抜けていくんです。で、私はこの色がすごく好きで、こちらの方をもう20年ぐらい描いてるんですけど、で、普段使っている筆とか、あと漂白剤は、薄めて使っているんですけど、どんな感じでこう、描いて抜いていくのかっていうのをご紹介させていただきます。で、今年も漂白画と VR アートと、いろいろと作品作りに励んでいこうかと思っているので、応援していただけると嬉しいです。では、早速やっていきます。私は和柄が結構得意でして、こういった感じの竜とか麒麟とか鳳凰とかを、ずっと描いております。で、こちらの生地は寝るシャツに使う生地で、寝るっていう生地なんですけど、ちょっとフェルトみたいな感じでボワボワしてて、もう触るとこんな感じで少しこうボワボワしてるのが分かりますかね。で、描き方的には結構難しい感じになります。なんでかって言いますと、すぐ抜けが早いんで白に近い方に向かってしまうっていうのもありまして、慣れてないとすぐ明るくなりすぎちゃうっていうのがありまして、でもこの抜け感はもう抜群にいいですね。少しにじみがかかった感じがあるんで、和柄にすごく合います。こんな感じで、で、次こちらが面になるんですけど、面はどっちかというと茶色っぽい感じに抜けますね。で、抜けた後にこちらの方は白をこう入れて、より立体感を強調しているっていう感じです。で、白はアクリル絵の具を使っておりますね。こちら3年ぐらい前から色を入れるっていうのをやり出しました。それまでは漂白剤だけだったんですが、で、こちらも綿生地になります。綿の中でもブロードってやつですね。最初描くときはこのブロードが意外とやりやすかったりします。そこまで抜けにくいし、あと原液で描くこともできるし、薄めて描くこともできるんで、こちらはキリンですね。こんな感じです。で、ボタンが来てて、で、こちらも綿になります。こちらは T シャツの生地ですね。ちょっとい感じの生地で、こちらも比較的描きやすいですね。それではちょっと変えてみますね。で、使用するのはこの2つなんですが、右側が原液の漂白剤、キッチンブリーチですね。で、左が水で薄めたやつで、7対3ぐらいで、3が漂白剤です。で、こちらの筆が私が使っている筆で、ネオセーブルっていう化学繊維の筆になります。逆に高い筆とかになっちゃうと、動物の毛とか溶けちゃうんで、こういう化学繊維のやつがいいですね。で、もう本当に本気で書き込むときは4つぐらいもっと薄めたやつを置くんですけど、今回は分かりやすく薄いやつと原液を使って書いていこうと思います。まずは薄いやつにつけて、どんな感じで抜けるかを試していこうと思います。では、薄めたやつからちょっと試していきます。今ここにあるやつは綿生地ですね。黒い綿の生地、薄いやつをこう塗っていくと、どんな感じの抜けが現れるか、ちょっと赤くなっていって、徐々に明るくなっていきます。抜けてきましたね。
まあ、薄く、まあ、30%、3対7の割合でやったやつでもこんな感じで結構抜けるんですよね。じゃ次、原液を試していきます。もうちょっと速さを見てくださいね。やっぱ全然違うんですよね。薄くといったやつと抜けていくスピードが違う。まあ言っても薄く 30% ぐらいの原液でもこれぐらいは抜けてくるって感じです。もうほんと加速が違いますね。でこっから先もどんどん抜けていくんで、こう明るさを見てもらえると、遠くから見るとこれだけ違うっていう。では次に線を描いてみますね。まずは薄いやつから。まあ意外と薄めてもこれぐらいは出てくれる。これ面の生地でやってるからっていうのもありますね。まあこんげな感じに抜けると、少しラインにやっぱ力がないっていうか、まあこれはこれでこういう感じを必要とするときにはいいんですけどね。まあ薄いと、まあこんな感じです。では続きまして濃いやつ入ります。どうでしょう皆さん、全然違う、やっぱエッジが濃い方が線も綺麗に抜けるんですよね。なのではっきりして綺麗ですね。こっちが原液で描いたやつです、まあ、いつも描き慣れてるのもあるんで、この原液はやっぱ速度が速いですね。つってもまあ抜けるですね。薄めたやつもただガタガタな感じがするですね。やっぱガタピシじゃ、それに比べてこう来ちゃうもん。ガタピシ、やっぱエッジやと濃いやつ原液のまま描いた方がいいって感じです。やっぱ原液のが描きやすいし綺麗ですね。ラインはこう中国っぽい雲を入れていくと、まあこんげな感じで、まあ上のやつは本当ここから抜けないですね。下のやつもこのパリッときて、でここまで来たら薄いやつでぼかしを入れてみようかなと思います。このセーブルの筆もめちゃくちゃ種類があるんで、いろいろ数があると便利ですね。書きやすくて薬局とかにも置いてあるとこ置いてますね。宮崎のコスモスとか、ああいうあっち系トライアルとか、ああいうところにもあるんで、
いいっすよ、このセーブルは。で、ちなみにネイビーの生地だと赤っぽい感じで抜けたりするんで、まあ、生地によっても違いますね。黒がやっぱ一番綺麗ですけど。で、一番よくやるのがこの2つ使ってやるっていう、このここでこう調整するんですよね、濃さを。こういう風にグラデーションを作っていったりします。何度も繰り返していくと、もっともっと白くなっていくんで、でも白くいきすぎるともう引き返すことができないんで、そこら辺の頃合いをこう確かめながら進めていきます。あとスウェットパンツとか、あのセットアップのスウェットとかにも描くことができるんで、上下使って組み合わせたデザインとかもできたりしますね。あとパーカーのフードの場所から普通のボディにかけてとか、そういった普通のあのプリントじゃできない技もできるんで、この手書きならではの。昔はそういうやつを書いて販売したりとかも してた時期がありました。まあ、すごく昔 T シャツとかめっちゃ売れましたね、その当時は。今ドライヤー使ってないんですが、こんな感じでいろんな場所をこう攻めながら描き上げていきます。そうすることでちょうどいい感じに他のとこが乾いてきて、またそこを突き足して、またそこが乾いてきて突き足してというやり方でやれば、まあ、ドライヤーがなくても外でもこういう風に描けると。で、今この小筆と太めの平筆の2種類しか使ってないんで、これもうちょい中間ぐらいの、ま、丸筆があればもっと早くいけるっすね。まあ、でもこの小筆で攻めていくっていうのも面白いんで、細かく攻めれるから、ディティールがこれはこれでいいっすね。あれから2時間ほど寝かしてみました。こんな感じの抜け感が出てきました。どんどん明るくなってきますよね。さっきは赤みがまだかかってたんですけど、赤みの方がだいぶ取れて、こんな感じのゴールドっぽい感じになってきます。で、裏を見てみると、まあ、こんな感じで少しだけ抜けてますね。で、水で薄めた方はまあこんな感じで、やっぱガタガタして、まあ和っぽい雰囲気は出てるんで、その線が細いとことはっきりしたところがあるんで、まあ、逆に昔のなんか日本画っぽい雰囲気は出てるかなって感じがします。逆にはっきりさせたい時はこうやって原液で攻めた方がまあ綺麗になります。まあ、こんな感じで、漂白画をやるときは換気を良くして、あとマスクはもう絶対必要なんで、これをして必ず描いてください。じゃないと悪いのがどんどん溜まっていくんでね、健康に悪いと思うんで、そこら辺気をつけて描いてもらえると嬉しいです。それではまあこんな感じで、一発目となる今回は漂白画のご紹介をさせていただきました。まあ、今年もいろんな作品を出していこうと思うので、チェックよろしくお願いいたします。それでは次回も山ケアとお楽しみに。